で護憲ではない立場。そう、護憲でない立場。あ、なるほどなるほど。どの部分が護憲の？あ、オッケーオッケー、わかりました。簡単に言います。私は憲法は一言一句変えちゃいけないっていう考え方自体危険だと思ってます。どうしてかって言ったら、そういうものは宗教の、宗教の経典以外ないですよ。そういう立て付けのものは当然議会が絡むものであって、そのルールとされているものであるならば、さまざまな手続きに、のっとって、何よりも深い深い時間をかけた議論の末にですけれども、これは当然憲法改正ということは不可能ではないということが前提じゃないと、それは議会ではないということです。そういった意味で護憲ではないと言われることはあるんですけれども、立場としてはちょっと違います。何かと言ったら、権力者を縛る鎖であるはずの憲法を権力者側から変えたいっていうことは、もうこれ一番警戒しなきゃいけない話なんですね。泥棒が窃盗に関するルールを弱めたいんだっていうのと一緒なんですよ、これは。だからまずここで警戒しなきゃいけないっていうのが、この国の有権者の、私は考え方だと思うんです、基本的にね。で、一つ言えることは、この国において憲法というものがどれぐらい重要なのかってことを、この国に生きるほとんどの人たちが深く深く理解してからじゃないと、憲法改正には踏み込めないというのが私の考え方です。私自身が憲法に興味がなかったってことを考えると、あまりにも危なすぎるってことです。私が憲法に関して意識しだしたのは原発爆発してからですよ。36超えてから。それはお前がバカだからだろって言われたらそれまでなんですけど、でも意外と少なくないと思うんです、憲法を意識してない人っていうか、その意味合いを忘れてる人って。それぐらい薄い教育だったから。だから徹底した教育と徹底した議論と、どこの居酒屋行っても喫茶店入っても憲法論議で湧いているぐらいの状況にならないか怖くてやれない。私はそう思ってます。